すなわち、ドツルザビ中将はダブスタクソーヤチ。うわこの動画は、濃いめのガンダムオタク柚木ゆかりと、ライトユーザーのズンダモンがガンダムを解説していく動画なのだ。なるべく、ガンダムに興味がない人にも、興味を持ってもらえるような、そんな動画を目指しているわ。ぜひガンダムを好きになってほしいのだ。というわけで、今回は久々のキャラ解説、ジオンコム国のザビ家産難にして宇宙攻撃軍司令、ドズルザビ中将よ。こんな外見だけどドズル中将は知役にも長けた武人で、さらには部下思いの立派な人なのだ。この人無能よ。正確に言うと、とびきり有能な部分ととびきり無能な部分が両方ある人よ。ほほうなのだ。さて、久々のキャラ解説なので、まず最初に言っておくと、今回もいつものようにガンダムジオリジンの設定は参考にしないわ。理由は何もかもが違いすぎるから。そんなに違うのだ。違うわ。特にドツル中将は本当に違う。例えば年齢、アニメ本編だとドツル中将は28歳だけど、ジオリジン版だと39歳。10歳以上違うのだ。他にもジオリジン版だとモビルスーツの開発にも参加してるのだけど、この辺ほんと全然違うから、さすがに参考にはできないわ。というわけで、ドツル中将はジオン公国を支配しているザビ家の三男、とあるマスクの人風に言うのなら独裁者の血筋のもの。まあそうなのだ。これの何が問題かって、能力じゃなくて血で選ばれたということよね。無能な人がその地位につくとそこで積むのだ。そうね。しかし幸運なことにドツル中将はとても優秀。公式百科事典509ページにはこうあるわ。ザビ家兄弟たちの中で兵士より最も慕われた人物である。さらに続けて、地球からの流れ物と噂されたシャアを先入観なく受け入れた上官だったハルメルを与えたと言われるほど、シャアを厚遇とあるから。生まれ血筋、結果を残せば OK、 出世したければドツルの舞台へ GO みたいな感じの懐が広い人。生まれや派閥、血筋より実力、これは大事なのだ。というわけで、ザビ家において兵士から最も慕われたドツル中将のふわっとした経歴なのだけど、公式百科事典の510ページ、あくまでも噂とした上でこうあるわ。要約すると、ドツルは妾の子であったと噂されている。この執事が父親の正妻ナリスの面影を持つ弟ガルマを嫉妬するのではなく溺愛することにつながったと言われる。ドツルさん妾の子だったのだ。そういうことになるわね。愛に飢えた愛の武人だからこそ、人と家族を愛したのかもしれないけど、さらにそこからもう一つ、機動戦士ガンダム工芸の新松永という漫画の第5巻151ページ、父のデギンがドツルにもっとこう作れと言いながらこう続けているわ。お前たち兄弟の母親がみんな違うということを忘れたわけではなかろう。この人たちお母さん全員違うのだ。最新の設定だとそういうことになるわね。のだ。一応もろもろの設定がだいぶ違っているけど、原作者である富野義行監督が書いた小説版のガンダムでは3巻の42ページにギレンもガルマとは異母兄弟と書いてあるから、ガルマが正妻の子である以上、ギレンは妾の子になるわけで、確かにそうなるのだ。さらには58ページにドツルの紹介があって、ギレンとは異母兄弟って書いてあるから、正妻の子ガルマとギレンが異母兄弟で、そのギレンもドツルと異母兄弟。これ後付けではなく、本当に最初期から全員異母兄弟だったのかもしれないわね。唯一の正妻の子が末っ子なのだ。ちなみにその正妻ナリスザビさんなのだけど、公式百科事典506ページにはナリスはガルマを出産直後に死亡したとあるから、なんとこれらの設定が全て生きているという前提の上での話になるけど、ザビ家兄弟への見方が少し変わってこないというと、私たちのドツル中将がガルマを溺愛したのは公式百科事典にある通り正妻の面影だとして、ギレンザビ、キシリアザビはガルマをどう見ていたのかという話よ。どうここら辺は本当にただの考察になるのだけど、ギレンとキシリアにとって唯一の正妻の子ガルマは邪魔なのか、あるいは都合よく利用できそうなみこしなのか、そして殺せるか否かという話なのよね。みこしか殺せるか否か。まあ本編の描写的に、ギレンは父を、キシリアは兄を殺してるわけだし、殺そうと思えば殺せるという土台がある上で、それぞれが大義名分を掲げてはいるのよね。つまりどういうことなのだ。ジオン後継者争い、あるいは政治的リーダー争いとしてガルマを味方につけた者が勝つみたいな。ガルマを味方に言ってしまえば、この後のゼータガンダムなどにおけるミネバの位置がガルマで、ハマーンの位置に誰が来るのかという話かなと。はあ。そう考えると、今のところ、ガルマは、キシリア姉さんと姉に懐いてるように見えるし、そもそもキシリア旗下の舞台でもあるから。みこしとしては、キシリアが一歩リード。でも、実務としては、ギレンがリードしていて、みたいな。制裁の小ガルマの奪い合い。その上で、情に熱くて脆いドスルにも懐いているみたいだから、下手にガルマを担いで内部闘争しちゃうと、政治的な思惑関係なく、感情論でドスルに取られちゃう、みたいな。まあ考察でしかないんだけどね。のだ。という土台があった上で、アニメ本編前の戦績では、なんと、地球連邦のレヴィル将軍を捕虜にしたり、この後脱走事件が起きなければジオン勝利の決め手はドズル中将式の戦いだったはずなのだ。さらには、以前のリックドム解説でも触れた通り、新兵が推進剤を使いすぎて、戦闘不能になる問題に気づき、ドムの流用で受けて、なおかつ、推進剤の量が多いリックドム開発を進めたり、文武両道なのだ。優秀でいろんなとこに気づける司令官なのだ。そして人柄の良さ。アニメ本編でもあるけど、シャアのためにわざわざ晩餐会を用意してたり、直接ねぎらってくれる上司は素敵なのだ。ギレンやキシリアはやってくれなさそうなのだ。さらには切り替えの速さ。シャアが V 作戦をキャッチしたといえば、直ちに晩餐会のご飯冷めちゃったんだけど、モードから切り替えて要望全部聞いて補給を直ちに行う。火を見るに瓶なのだ。あ、見て。同じく、超優秀な私たちのマクベさんが、素晴らしい計画を持ってきたわ。それは何なのだ？これこそ、ジオンの勝利の鍵。同じジオニックさんでも、開発チームの違いで、規格が違うモビルスーツの生産をまとめる、統合整備計画。おお、ドズル中将、統合整備計画棒なのだ。統合整備計画棒なのだ。統合整備計画は、大変よ。開戦前からずっと進言し続けた統合整備計画がドツル中将に握りつぶされたわ。あのドツル中将が部下の計画を握りつぶしたのだ。っていうか、武人がどうと囲うとか言われてるけど、この人割とダメよ。生々しくて粘着質なクソ野郎よ。公式百科事典509ページを要約すると、こうあるわ。統合整備計画は、開戦以前よりマクベが再三意見書を提出したが、問題が表面化するまで、ノズル中将によって無視され続けた。何してくれてんのだ、この人。この人が邪魔しなければ、問題が表面化する前に対策できていたかもしれないわね。ちなみに、モビルスーツバイブル90号を要約すると、キシリアは統合整備計画に理解を示したが、ドズル中将が拒否した結果採用には至らなかった。うわ。一応、理由としては、開戦が目前に迫っているので、生産体制を改定して、モビルスーツの供給を遅らせるわけにはいかない、とあるのだけど。理由としては正しいように見えるのだ。ただ、その理由が本当に正しければ、キシリアも統合整備計画に反対してないとおかしいのよね。となると、ここで考えるのはノズル中将自身の資質。めちゃくちゃ良い人なんじゃなかったのだ。別に良い人じゃないわ。この人は自分と性格が合う人には良い人ってだけよ。のだ。順を追って説明していくわね。まず、目の前で起きたことへの対応力は本当にすごいわ。これは見事だと思う。でも、今ここで見るべきなのは、まだ起こっていない可能性に対しての言うなれば先見の明。というわけで、公式百科事典510ページを要約すると、ドズルはモビルスーツの有効性を過小評価し、モビルスーツ中心派のキシリアと激しく対立。部隊をモビルスーツ中心にするなら軍を抜けると言い放つ。軍を分割という議連の英断によって事なきを得た。ドズル中将、信じてたのに。ただ、ドズルの部隊は宇宙艦艇主軸だったが、モビルスーツの大戦果を受けて大きく評価を変えたともあるから、ドツル中将の評価としては、木を見るに瓶。しかし、木を直接この目で見ない限りは徹底してドン。それどころか、ドンを他人に強要して足を引っ張りまくるって感じなのかなと。木を直接見ないとドン。つまるところ、ドツル中将の弱点は、想像力のなさ、視野の狭さ、独裁者としての暴君的振る舞い。であれば、あくまでも考察ではあるけど、凱旋前に統合整備計画をやるべきと主張したマクベさんの方が正しくて、ドツル中将の方が間違ってたのかなと。のだ。まあ、この考え方も他の似たような分野で間違っているから、こっちでも間違えているのではないかという想像でしかないから、絶対にそうだとは言い切れないのだけど、ドツル中将はそこを絶対に違う、その可能性はありえないと切り捨てたり無視しちゃう感じかしら。可能性を信じてくれない人なのだ。そしてもう一つ、ドツル中将のものすごい欠点。まだあるのだ。それは、ジオンの勝利よりも、男子のメンツ、軍の権威、さらには、自分の支援を優先するところ。公式百科事典510ページを要約するとこうあるわ。ランバラル隊はガルマ戦死を受けて編成した敵討ちのための特務部隊。この辺りは本編でもラルさんが触れていたわね。12話では私の任務はガルマ様の敵討ちだ。17話では今度の作戦はザ・ビケの個人的な恨みから出てはいる。支援で貴重な部隊を動かしてるのだ。独裁ってこういうのがあるから負けるのよね。しかも満場一致ならともかくドズルの判断なわけで、独裁者が支援で暴走すると誰も止められないのだ。そう考えるとマクベがラルさんに届くはずだった3機のドムを無視した理由もなんとなく分かってしまうわね。つまり散々こっちの要請無視しておきながら、お前はただの支援でドムを3機も使うんかという苛立ちと、連邦の大規模反抗作戦が迫っているからという、まさにドズル側が統合整備計画を無視したのと同じ理由。大事な作戦があるから統合整備計画無視しておきながら、大事な作戦があるのに個人的な敵討ちを優先したドズル中将なのだ。つまるところ、ドズル中将はダブスタクソ親父。うわ。ただ押村区は今回に限ってはドム3機渡してたら歴史がガチで変わってたかもしれないのだけど、まあ最初に無視したのドズル中将だから。のだ。さらにもう一つ。まだあるのだ。アニメ34話、ビグザムが届いた時、今あるリックドムの数が足りんのだ。ドムの10機も回さんのかというセリフがあるのだけど、戦いは数なのだ。しかし公式百科事典299ページを要約するとこうあるわ。コンスコン機動部隊は急遽編成した艦隊である。ドズルはシャアの無能を知らしめたかったのである。この人また支援で。もちろん部隊の編成そのものは十分というか、そこに落ち度はないのよ。傷ついたホワイトベース1隻に対して従順1隻、軽順3隻、リックドム12機、テレビ版は18機を送ってるわけだし、ただ送ることそもそもが間違いなのよ。これが連邦の作戦につられたとかならまだ仕方ないの。でもドズルは支援で送ってるのよ。そしてドムを12機だか18機失って、リックドムの数が足らないって嘆いてるのだから。自分のせいなのに兄弟に文句言ってるのだ。生々しいわね。のだ。多分イエスマンとして部下につくのならすごく良い人だと思うわ。けど新しいことをやろうとすると無視してくるし、軍を抜けるとまで言っていろいろとぐちゃぐちゃにするし、大きな戦いの直前なのに支援で部隊を使いまくるしで、司令官としてはこの人多分とんでもない無能よ。はあ。それでいて波長が合う人へのカリスマ性は非常にあるようだから、周りがみんな浸水してどんどんおかしなことになっていく。みんな浸水してるからノーと言えなくなってるのだ。そしてノーという言葉が来ても現実にその状況にならない限りは無視をする。そう考えるとミネバもちょっと怖いわね。というと、最近よく聞くのは性格は 50% が遺伝、 50% が環境で決まるみたいな。もちろんクローンはテロメアが短いので寿命も短いってのも今では普通に関係なく長生きすると分かってるし、人間の脳は一部しか使われてなくてうんぬんも最近は嘘だと言われてるから、実際にこの後どうなっていくのかはわからないのだけど、 50% うんぬんが正しければミネバの半分は視野が狭くて見たもの以外は徹底的に挑んで相手の意見を聞かず邪魔をするダブスタクソ娘かもしれなくて、うわ。まあ影武者なら別にそんなこと気にしないでいいし、残りの 50% の部分をハマーンの教育が補ってくれたのなら問題ないと思うのだけどね。さらには劇場版での有名なセリフ、戦いは数だよ兄貴も間違ってるわ。そうなのだ。これに関しては考察というより公式百科事典510ページそのままよね。ドズル最大の勝利はルーム戦役でレビル艦隊の3分の1という数で戦い、これを退けてるのは皮肉である。戦いは数じゃないことを自分で証明してるのだ。ちなみに戦いは数だよ兄貴のシーンでキシリアはこう言ってるわ。グラナダからの増援は可能な限り出しましょう。グラナダからの増援来たのだ。ドズルが断ったわ。このシーン、キシリアの第7師団に援軍を求めるか聞かれて、これ式のこと、国中の物笑いの種になるわ、って返してるのよ。戦いは数でドムが足らないのに。この時頼んだとして、実際に間に合ったかどうかは別にしても、どうやら勝つことより、メンツと支援が優先な人みたいね。はぁ。というわけで、ノズルザビ考察をまとめると、新しいことをやるつもりがないのなら、素晴らしい上司。すごい褒めてくれるし、カリスマ性も抜群。そして、判断能力も素晴らしくて、問題点を見つけたら、すぐさま対応してくれる人。ただし、新しいことをやろうとするのなら、最悪の上司。自分がダメだと思い込んだら、モビルスーツにも反対するし、統合整備計画なんてもみ消すレベル。それでいて、自分が見たものしか信じてくれないから、先見の明がなさすぎて、本当にきつい上に、支援が最優先なので、大事な作戦の前に、好き勝手部隊を動かしちゃう始末。さらには同調の危険があるのに通常回線で自分たちの戦力が足らないことを堂々と言っちゃうようなやばい人。それでいてザビ家の独裁を敷いている側の人間なので下手に下ろせないので組織としてもう詰んでる状態。それで別にいいですというのなら波長が合うので本当に楽しくやれるけど、それは目先のことを見て未来を見ていないのでそのうち崩壊するって感じかしらね。ふむ、考察だけどね。ドズルは最高の部隊長で最低の司令官。ドズルはほどほどの指揮権を持っていれば部下からは信頼が厚い素晴らしい上司なのだろうけど、より大きな指揮権決定権を持った瞬間支援で好き勝手やり始め、気に入らない進言を問題起きるまで握りつぶすダメな上司の典型へと成り下がるのよ。会社潰しそうな人なのだ。現場レベルなら本当に優秀だと思うんだけどね。目の前で起こったことに対する状況の判断力とかはものすごいと思うのだ。でもね、モビルスーツにすら反対して軍抜けるとまで言い出して部隊を二分させるってこれ本当にダメだと思うわ。のだ。本当に坊やなのはガルマじゃなくてドズルだったのかもしれないわね。のだ。あ、それと来週ガンダムシードの劇場版公開じゃない？のだ。私の個人的な楽しみ方として映画行く前にネタバレ徹底的に見てから行こうかなってくらいネタバレ歓迎派なのだけど、そうでない人も大勢いると思うのでひょっとしたらシード関連のコメントは内容次第で削除せざるを得ないかもしれないのでそこはごめんなさいね。映画楽しみなのだ。不安半分楽しみ半分かしら。シードは好きだけどデスティニーはちょっとってタイプだから。でもできたらキラ君にはフレイが死んだ時の苦しみを存分に思い出してほしいわね。うわ。さて今回の動画はここまでよ。チャンネル登録と高評価もよろしくね。他にも小説家になろう等のネット小説サイトにいろいろ投稿してたりもするから応援してもらえると嬉しいわ。それではぜひまた見てね。またねなのだ。